トマス・ハッチンソンは、イギリス植民地の実業家、歴史家であり、アメリカ合衆国が独立に向かう時代に、マサチューセッツ湾直轄植民地で著名なロイヤリストの政治家だった。成功した商人かつ政治家であり、長年マサチューセッツの政府で大いに活躍し、1758年から1774年まで副総督と総督を務めた。政治的には、 評価が割れた人物であり、当初イギリスの政府が植民地に押し付けた税法には反対していたが、後にはジョン・アダムズやサミュエル・アダムズから憎むべき、イギリスの税を推進する者として決めつけられるようになった。当時イギリスの首相だったフレデリック・ノースからアメリカ独立戦争を引き起こすことになった緊張関係を起こしたものとして非難された。ボストンにあった ハッチンソンの邸宅は、1765年の飲酒法に対する抗議の時に略奪を受け、マサチューセッツの初期歴史に関して集めていた文書が被害を受けた。1770年、ボストン虐殺事件の後でボートとなった群衆の攻撃に身をさらすこととなり、その後ボストンからキャッスル・ウィリアムへ軍隊を移動させるよう命じた。植民地の権利を剥奪するよう求めた。 ハッチンソンの文書が1773年に交換され、植民地における反感を助長することになった。1774年5月にトマス・ゲージに総督職を譲り、イングランドに追放されることとなり、イギリスではアメリカをどう扱うかについて政府に助言を行った。ハッチンソンは植民地の歴史について深い関心があり、多くの歴史文書を集めていた。 三巻よりなる、マサチューセッツ湾植民地の歴史を書き、その最終巻は死後出版され、自身が総督を務めていた時代に関するものだった。歴史家のバーナード・ベリンはハッチンソンについて、結果を変えることができた人物がいるとすれば、それは彼であると記していた。学者たちは、ハッチンソンの経歴を使い、近代国家が出現する時代に、時代遅れの帝国主義に固執することで、 過小評価された多くのロイヤリストの悲劇的運命を代表させている。その保守的な価値体系とイギリスとアメリカ双方に忠実であったことで麻痺され、敗者としてのロイヤリストを体現することになった。マサチューセッツに対する愛をイギリスに対する無批判の中誠に捧げ、晩年は不運にもイギリスに追放された形で送ることになった。 トマス・ハッチンソンは1711年9月9日に、ボストンのノースエンドで生まれた。父は、同名のトマス・ハッチンソン、母はサラであり、その12人の子供の4番目だった。ニューイングランド初期の開拓者の子孫であり、両親ともに、裕福な商人の家の出だった。その父は、家業の商売に関わっていたが、政治、軍事、事前的な集まりでも活動し、 植民地の評議員も務めていた。トマス・ハッチンソンの姉妹の一人がインクリース・マザーと結婚した。ハッチンソンはイズラエル・パットナム将軍やウィンス・ロー・家とも遠い親戚である。ハッチンソンは12歳の時にハーバード・カレッジに入学し、1727年に卒業した。父が早くから事業の世界にハッチンソンを導いたので、かなりの事業に関わる指揮権を示していた。 ハッチンソンの電気作者によれば、その子供時代に、父から、魚のご金たるという、控えめな贈り物を、21歳になる時までに400、ないし500ポンドに変えたとされている。1732年、当時マサチューセッツ植民地の一部だったメイン地区の、アベナ貴族インディアンと交渉するために、ジョナサン・ベルチャー知事とかスコアンに旅した時に、いくらか政治の世界に入ることになった。 この旅は、ハッチンソンが共同所有者だった船を使って行われた。1734年、ハッチンソンは、ロードアイランド植民地総督ペレグ・サンフォードの孫娘、マーガレット・サンフォードと結婚した。サンフォード家とハッチンソン家は、事業でも、個人としても、長い付き合いがあった。実際にマーガレットは、遠い親戚にあたった。マーガレットは、ロードアイランド植民地総督、 ウィリアム・コディントンの子孫でもあった。この結婚は、ハッチンソンとアンドリュー・オリバーや、ピーター・オリバーとの政治的同盟も確保することになり、マーガレットの死後も続いた。マーガレット・サンフォードの姉妹であるメアリーは、アンドリュー・オリバーの二番目の妻だった。またトマス・ハッチンソンの娘は、ピーター・オリバーの息子と結婚した。オリバー兄弟は、マサチューセッツ植民地総督のジョナサン・ベルチャーや、 ニューハンプシャー植民地副総督、ウィリアム・パートリッジ、ジョージ・ボーンとも親戚だった。ハッチンソン夫妻には12人の子供が生まれたが、成人したのは5人だけだった。マーガレットは1754年に産後の合併症のために死んだ。1737年、ボストン市の市政委員に選ばれ、同年後半にはマサチューセッツ植民地議会議員にも選ばれて、政治の世界に入った。 ハッチンソンは植民地が信用証券を発行する慣習に反対した。そのインフレによる価値の低下が経済に混乱をきたしていた。その姿勢は植民地の人民党の間では不評であり、ハッチンソンは1739年の選挙で落選した。マサチューセッツとニューハンプシャーの境界線に関してイギリス国王ジョージ2世がニューハンプシャーにかなり有利な判断を下したとき、 それに影響される地主の代理人として、請願を行うためにイングランドに派遣された。ハッチンソンの任務は馬。ウィリアム・シャーリー総督1742年。ハッチンソンは再度植民地議会議員に選出され、それを1749年まで務め、1746年から1749年には議長を務めた。 通貨の改革を訴え続けたことが人民派を大いに悩ませたので、ボートの手からボストンとミルトンにあるハッチンソンの資産を守る必要性が検討された。イギリス政府が1745年にルイブール要塞を攻めた時に植民地の費用を出すよう説得されると、ハッチンソンはその大きな出費を使って植民地の紙幣を回収するアイディアを思いついた。 1749年の議会でかなりの反対があったものの、このアイデアを実行する法案を通すことができた。総督評議会の合意も得られ、ウィリアム・シャーリー総督が署名した。紙幣と賞金の交換によって財政的な影響を及ぼさないことがわかり、法案の反対者が驚きながらも喜んだ時に、ハッチンソンの人気が大きくなった。この成功にもかかわらず、 ハッチンソンは1749年の議員選挙で落選した。しかし、その後すぐに総督評議員に指名された。1749年、当時はマサチューセッツに属していたメイン地区に住むインディアントの条約を手配する委員会を主催した。またコネチカット植民地やロードアイランド植民地との境界論争を決着させる委員会の委員も務めた。 1752年、県人裁判所判事と一般訴訟裁判所判事に指名された。1754年にフレンチ・インディアン戦争が起きると、オルバニー会議の大議員に選ばれた。この会議でハッチンソンは議論を進める役回りとなり、ベンジャミン・フランクリンと共に植民地の統合のための案を作成した。イギリス領植民地が当時バラバラに分かれていたことで危険になっていると、 フランクリンと合意し、しばしば互いに争う植民地を守備一貫した統一体にする決定的な動きを取らねばならないという意見で一致した。最も重要なのはハッチンソンが起草した報告書であり、イギリスが大陸に持ついくつかの植民地を統合することで、その評議会、財力、軍事力が共通の敵に対してうまく適用されるという共同体を設立することを奨励しなければ、 ならないと結論づけていた。1754年、ハッチンソンの妻が極めて突然死んだ。その後は仕事に没頭することになった。その仕事は政治的な性質のものだけではなかった。ノバスコシアの故郷を追われたアカディア人避難民を支援した人道的行為もあった。ただしこれはローマカトリック教徒を支持するものであり、プロテスタントのマサチューセッツで支持を得られるものでは、 なかった。戦争に関わる軍人の必要性も感じており、軍人のベテランのいる家庭で困窮しているものを助けることも多かった。トマス・パウナル総督、シャーリー総督の政敵が1757年にリコールを図った時、ハッチンソンはシャーリーの後任として総督になる運動で、イギリス軍の指導者、ルード・オン・キョウの後押しを求めて成功した。この期間、 ハッチンソンはその年齢と副総督、スペンサー・フィップスの無気力さもあって植民地の指導的政治家だった。ハッチンソンが総督になるも論みは成功しなかったが、1758年に副総督の指名を受けてトマス・パウナル総督の下で務めた。ハッチンソンとパウナルとの関係は気まずいものだった。パウナルはシャーリーを排斥した政治活動の中心におり、 ハッチンソンは、シャーリーの庇護下に権力と影響力を高めていた。パウナルは、植民地の人民主義派との関係を養い、シャーリー支持者の影響力を取り去ろうとし、時にはハッチンソンに以前支持した人々に反対するよう求めたこともあった。ハッチンソンはそれらの動きが、植民地の安定を害するものであり、総督の気まぐれと捉えたので、そうすることを断った。 パウナルはハッチンソンに対する不信が募り、1759年遅くにはマサチューセッツを去ってイングランドに戻ることを求めた。性敵であるシャーリーの支持者であることと人民主義支持者の指導者が死んだことでこの判断になった可能性がある。パウナルは1760年6月3日にマサチューセッツを離れ、ハッチンソンを総督代行にしていった。 パウナルが退任してから数ヶ月後、フランシス・バーナードがその公認につくために到着した。バーナードが初期にとった行動の一つは、ジェームズ・オーティス・シニアの代わりに、ハッチンソンをマサチューセッツ最高司法裁判所の長官に指名したことだった。この移動は、オーティスやその子ジェームズ・ジュニアなど、植民地の人民主義者を、ハッチンソンやバーナードに対抗するものにさせ、 ハッチンソンの評判に長く影響することになった。ハッチンソンは、報告の訓練を受けておらず、その地位を求めていなかった。当時放送会での資料ある者、特にジョン・アダムズという駆け出しの弁護士も大いに起こることになった。1761年、ハッチンソンは、援助令状を発行して、抗議と批判の嵐を招くことになった。この令状は、 税関役人による無作為調査を基本的に認めるものだった。それ以前にいくつかの令状が発行されたが、この時はイギリス国王常時3世が即位したことで必要になった既存令状を更新することを承認したものだった。アダムズやオーティスはハッチンソンの権力独占に対してまた最高裁判所長官という地位について法的資格を欠くことに対して問題を取り上げた。 ジョン・アダムズ、植民地の司法府で最高位に、ハッチンソンが登ったことに反対した1763年、イギリスの議会で佐藤法が議論されたとき、その法案に植民地が反対していることを表明するために、ハッチンソンをイングランドに派遣することが提案された。しかし、バーナード総督は、現職副総督を派遣することに異議を唱え、佐藤法は法制化された。 その後に植民地からの大きな抗議が起こり、ハッチンソンはオーティス親子のような反対者の中でも、指導者たちと、この方が、マサチューセッツの経済に害を与えることで合意していた。しかし、その後の議論の中で、ハッチンソンとそれ以外の者たちの間に、イギリスの議会の優越性とそこに植民地から、正式な代表を送る可能性について、見解の不一致を見るようになり、 ハッチンソンとオーティス親子の間に大きくなった個人的な敵意によって悪化した。ジェームズ・オーティス・ジュニアやオクセン・ブリッジ・ザッチャーが率いた反二回党派が細かい議論をすべて制してハッチンソンとその派の独占権に対抗した。ハッチンソンは当初これら打ち続く政治的攻撃を無視していた。その敵対者は誤った方向に導かれているか判断を誤らされていると考えていた。 電気作者のアンドリュー・ウォームズリーは、この段階でのハッチンソンが、イギリスの支配に対するまとまりある反対意見を築いていくときに、これら攻撃の影響力を過小評価しており、自分の評判に及ぼしていた影響を認めていなったと主張している。1765年因司法が成立するまでの議論の中で、ハッチンソンもバーナードもロンドンに、それを進めないよう静かに警告していた。 特にハッチンソンはアメリカ人に課税するのは良いはずがない。あなた方が得られるよりも多くのものを失うことになると記していた。1764年10月、この問題に関してロンドンに送る請願書を寄贈するために植民地議会が招集された時、ハッチンソンは急進的な源氏を入れることに反対し、より恩恵な反対声明を作ることになった。しかし、 マサチューセッツが準備した、請願書は、他の植民地で作られたものと比較して弱いと見られ、ハッチンソンは密かに、飲酒法を推進しようとしていると非難された。裏切りであり、国を売ろうとしているとも非難された。この法が成立したという知らせは、議会優越性に対する、最も強い反対者であるサミュエル・アダムズに、植民地政界の中でも、大きな役割を持たせることになった。 ハッチンソンは、個人的にその法の撤廃を指示したが、法に対する反対を公に従らなかったことで、その敵対者にさらなる火種を与えただけになった。ハッチンソンの家屋、ボストンのノースエンド、ガーデンコート通りにあった、ハッチンソンの義兄帝、植民地書記官、アンドリュー・オリバーは、植民地で、飲酒法を強制する責任のある、スタンプマスターの職を与えられた。 ハッチンソンは明らかにこの人事に発言権はなかったが、その反対者たちがすぐに不誠実だと非難した。ハッチンソンがその立場を説明しようとすると、かえって反対に火をつけ、以前の不人気な行動を思い出し、その中での動機を問題にした。1765年8月13日、ボートがオリバーの家と事務所に押し寄せ、どちらも略奪した。次の夜、 ハッチンソンのボストンの邸宅が包囲され、ハッチンソンのロンドンとの交信で、因子法を支持していることを正式に否定することを、群衆が要求した。ハッチンソンはこれを拒否したが、恩恵な指導者の仲介でその夜にそれ以上の行動は起きなかった。それから12日後の8月26日、ボートが再度ハッチンソン邸を囲み、この時は説得されようとしなかった。建築が、 ニューイングランドで最初の植民地、パラディオ式の発展例といったその邸宅が破壊され、体系的に略奪された。ハッチンソンとその家族は何とか逃亡できた。この家の仕上げは事実上破壊され、終夜続いた暴動の中で建物のキューポラまでが落とされた。家族の銀製品や家具などが盗まれるか破壊され、歴史的に重要な現行の収集品がばらまかれた。 ハッチンソンは当時そのマサチューセッツ湾植民地の歴史参冠本の最後の巻を仕上げているところだった。その著書の多くのページがその夜に失われ再生する必要があった。ハッチンソンの詳細な目録は2200ポンド以上の損害を受けたとみられ、最終的に植民地から3100ポンド以上が支払われた。ハッチンソンとその家族は一時的に キャッスル・ウィリアムを避難所とし、その後ミルトンにあった自宅を主要な住まいとした。1771年にハッチンソンが発行した宣言書因子法に関する議論があったので、1766年には急進派が植民地議会も総督評議会も支配するようになり、ハッチンソンは総督評議員を罷免された。1767年に タウンゼンの処方が成立した後の騒動が増す中で、バーナード総督は、イギリスの役人を守るために、イギリス軍を要請し受け入れた。植民地の状態を除述した、バーナードの手紙が、急進反対派によって奪われ、出版されて、そのリコールに結びついた。バーナードは1769年8月1日に、イングランドに向けて出発し、ハッチンソンが総督代行となった。 ハッチンソンは不人気なバーナード政権と距離を置くようにしていたが成功せず議会や地元新聞からの攻撃が続いた。それにもかかわらず総督として正式に指名されることを求めて働きかけを続けた。別の総督の下で副総督として使えることを断固拒否し他の地位を与えられるか副総督を辞任する道を好んだ。1770年3月5日。 タウンゼンド諸税に対する抗議がボストン虐殺事件を生んだ時、ハッチンソンは依然として総督代行のままだった。この事件ではイギリス兵が群衆に発砲し、5人を殺していた。ハッチンソンは事件の後で現場に行き、公平な裁判が行われることを約束した。翌日、事件に関わったイギリス兵全員を逮捕させたが、市内で続いていた不安のために、 イギリス兵は市内を出て、キャッスル・ウィリアムに撤退することを要請せざるを得なかった。ハッチンソンは民衆の怒りが収まるのを待ち、アダムズには正気のある裁判に備えさせるために、裁判を6ヶ月間延期させることができた。兵士たちが裁判にかけられ、二人は殺人罪で有罪となったが、その量刑は減刑となった。この事件は植民地で事態を処する能力に関して、 ハッチンソンの地震に衝撃を与え、辞表を書いた。この間、バーナード総督は、ロンドンで、ハッチンソンの肩を持っていた。1771年3月、国王が承認し、ハッチンソンを総督に任命する書類がボストンに到着したが、それは、ハッチンソンの辞表と行き違いになっていた。その任命書と共に送られてきた指示書は、かなり厳格な内容であり、ハッチンソンが、 政治的に操作できる余地がほとんどなかった。サミュエル・アダムズを特に苛立たせた指示は、総督評議会の開催を制限することと、総督の承認を得た個人に植民地代理、ハッチンソンが受けた指示の一つは、植民地議会をボストンからケンブリッジに移すことだった。ケンブリッジならば、求心的なボストンの政治の影響をあまり受けない可能性があった。この重要な要求は、 行政命令で実行され、それが議会における総督裁量に関する苦情の山となり、ハッチンソンと議会の間で議論、反論、再反論の応酬となって議事録が数千ページとなり、1772年まで続いた。この苦断の性格が急進派を助長し、その主導者はハッチンソンの行動を行政特権を拡大しようとする大胆かつ不正の試みだと主張した。 1772年、ハッチンソンが、それまで議会が割り当てることになっていた自分の給与が、イギリスから払われることになると宣言した時に、急進派の怒りが燃え上がった。このことは、植民地に政党に属する権限の算奪だと見られた。議会との文書による議論は、統治政策に関して、イギリス議会の役割にまで及び、議会とハッチンソンの間の亀裂をさらに深めることになった。 植民地やイングランドのあちこちで反旗が上がり、傍観者から見ると、ハッチンソンの論点が、植民地の中道者も政治的な強硬派に加担させることになっていたとしていた。ボストン茶会事件に対するイギリスの反応を描いた、ポール・リビアによる版が1772年、ハッチンソンの議会に対する演説で、植民地がイギリス議会に対して、 全的に従属するか、実質的に独立するか、と論じたときに、マサチューセッツの議論は最高潮に達した。議会の反応として、ジョン・アダムズ、サミュエル・アダムズ、ジョセフ・ハウリーが書いた自治を認める植民地検証が出てきた。イングランドでは、植民地担当大臣ダートマス教が、植民地代理人のベンジャミン・フランクリンに、マサチューセッツ議会は、その反応を取り消すよう指示していた。 フランクリンは1760年代後半に、ハッチンソンなど、植民地の役人たちが書いた一束の手紙を入手し、それらから、ハッチンソンとオリバーは、植民地の状態を誤って理解しており、イギリス議会を公開させていたと結論付けた。これら文章を広く知ることが、植民地の怒りを、イギリス議会から遠ざけ、またこれらの過ぎてる文章を書いた人々からも遠ざけると、 考えたフランクリンは1772年12月にマサチューセッツ植民地議会議長のトマス・クッシングにそれらの文章を送った。フランクリンはそれら文章を交換する自由を与えられていなかったので出版されたり回覧されたりしないようクッシングに伝えた。これら文章は当時議会の初期官を務めていたサミュエル・アダムズの手に入り、 アダムズは1773年6月にそれらの出版を格索した。フランクリンはの考えはその一部が正当化されるということであり、文書の出版はハッチンソンに対する批判の本流を解放することとなったが、イギリス議会の政策に対する反対を和らげることにはならなかった。その代わりに反対派はその文書を自分たちの権利に 対する陰謀を確認できるものだとみなした。これら文書はアメリカ植民地全体で再販され、はるか離れたフィラデルフィアで起きた暴動の時には、ハッチンソンの人形が燃やされることもあった。ハッチンソンの文書は1767年法1769年に、イギリス政府から引退していたトマスホエートリーに当てて書かれたものであり、植民地人が本国でならば持てる権利をすべて持つ。 ことは不可能であり、基本的にイギリス人の自由と呼ぶものの剥奪を求めている内容だった。植民地政府をどのように改革すべきかという具体的提案はなく、出版されなかった手紙では、それが除去するか、大変不確かなものとなるような大きな悪を生む以外、何者でもないと考えられると記していた。対照的にアンドリュー・オリバーが書いた手紙は、総督評議会の評議員が、 議会によって選ばれ、総督の同意を得ていたものを、王室によって指名されるものに変更することを、具体的に提案していた。ハッチンソンが手紙で書いていたことの多くは特に、新しいことではなかったが、サミュエル・アダムズは、ハッチンソンやオリバーが書いた内容や、その暗示するものを、植民知人の権利を奪うために、ロンドンの役人と陰謀を図っていると、印象づけるようにうまく操作した。 ハッチンソンは植民地検事総長ジョナサン・シューワルが出版したもので弁護された。シューワルはハッチンソンが事態の変更を実際に表明しているのではなく現在の状態の今後の可能性を考察しているだけだと述べていた。マサチューセッツ植民地議会は貿易委員会にあててハッチンソンの解任を要求する請願書を寄贈した。ハッチンソンは 出版された文書の影響と議会の請願書がロンドンで起こす影響を心配し自分を弁護するためにロンドンに行く許可を求めた。ハッチンソンがロンドンに戻ることを許可した手紙がボストンに届いたのは1773年11月になってからであり、その年に出発するには遅すぎた。ハッチンソンの要請と議会の請願書がイギリスに届いたのは1774年初期に、 入ってからだった。数密院の長問に答えるベンジャミン・フランクリン、1774年、一方、イギリス議会はタウンゼンド処法の多くを撤回し、さらに茶法を成立させ、イギリス東インド会社が直接茶を植民地に運び、その昇流から植民地の商人を排除し、密貿易を行うオランダの茶の価格を下落させることを図るものだった。このことで、北。 アメリカにある植民地すべての商人が東インド会社の茶の物流に対する反対運動を組織化することになった。マサチューセッツでは1773年11月に茶を積んだ船が到着したことで危機状態になった。その船の到着後20日以内に課税積みに,に対する関税を払う必要があったからだった。ハッチンソンとその息子たちは東インド会社が茶を 配達した実業家の中に入っていたが、ハッチンソンは、入家人を選ぶときに、公式の役割を果たすことを拒否した。他の荷物は、船から降ろされたが、茶を降ろさないよう武装した抗議者が桟橋をパトロールしていた。ハッチンソンは、強行路線を選び、自然体の抗議者が茶をイングランドに送り返すよう、求めていたにもかかわらず、船が港を出ていくことを拒否し、関税を払い、 茶を陸揚げすることを求めた。12月16日に20日間の期限が切れ、その夜に抗議者が船に乗り移り、茶を海に投げ捨てた。ハッチンソンは、再入法を維持するのが、総督の任務であると主張することで、この危機を生んだ強行路線を正当化したが、ジェームズ・ボーディンのようなアメリカの反対者は、住民感情ゆえに、茶の陸揚げが不可能ということが明らかになったときに、 茶の受け入れを容易に拒否できたはずだと主張していた。イギリスの批評家は、ボストンのイギリス軍に仲裁を求めるべきだったと言っていた。北、アメリカに向かっていた他の茶運搬船が引き返したことが明らかになると、ハッチンソンは、植民地議会のハッチンソンのリコール請願を検討するために貿易委員会が招集されると、茶会事件のことも検討した。 植民地代理人としてのフランクリンは批判の集中放火を聞かされることになり、植民地の郵政長官の職を解任された。議会の請願書は根拠なしと乱訴と判断されて否決されたが、ハッチンソンの辞任要請は認められた。1774年5月、トマス・ゲージ将軍がボストンに到着して、総督を引き継ぎ、社会事件に対する懲罰として、 イギリス議会が成立させた強圧的処方を執行した。ハッチンソンはマサチューセッツを一時的に離れるものと信じ込んだまま、1774年6月1日にイングランドに向けて旅立った。ハッチンソンはロンドンに到着した時に国王への配慮を認められた。国王は北アメリカの事情について質問し、ロッキンガム港、ダートマス卿 さらに時の首相のノース教に歓待された。ノース教との会見では、マサチューセッツ統治法の言葉遣いに当枠を表明し、ボストン広報の撤回について根拠を確立するよう求めた。ゲージ総督がボストン広報を成立させたことは、植民地経済をつまずかせる効果があった。マサチューセッツ統治法の一部、王室による総督評議会員の指名について、 この問題に関する校長なしに反対してきたものだったが、その見解に同調的な植民地当局の役人ですら、1774年までにイギリスが大安を支持する政治的制度からははるか遠くに来てしまっていると考えていた。1775年4月にアメリカ独立戦争が始まった時、ミルトンにあったハッチンソンの邸宅は軍隊の宿舎として、 使うために押収され、その通信文の多くの写しを入れていたトランクが反乱軍の手に落ちた。戦争が進行すると、ハッチンソンはイギリス議会の保育党から批判され、ハッチンソンは出版されない原稿で、それに応えた。国王からは、好意的に待遇され続けたが、追放によってその資産の多くが失われたために、順番尺くらいの自由は断るしかなかった。さらに戦争が、 家境に差し掛かると、権威筋から見限られるようになった。1776年7月4日、オックスフォード大学から法学の名誉博士号を送られた。マサチューセッツにいる敵は、ハッチンソンの評判に対する攻撃を続け、追放されているので彼らが行う告発に対して反論することが事実上できなかった。ハッチンソンの資産は、 追放されたロイヤリストの資産と同様に植民地政府に押収され売却された。ミルトンの家はジェームズ・ウォーレンとマーシー・オーティスの夫妻に買収されることになった。ハッチンソンはその強制追放について苦痛と厳滅を感じ、また1777年には娘のペギーを失ったことを悲しみながら植民地の歴史について執筆を続けた。それは 長年の研究の成果だった。2巻までは生きているうちに出版された。第1巻は1764年に出版され、2巻目は1767年に出た。第3巻は死後出版されることになった。これには副総督と総督としての人気も含まれていた。これと同じ時期に、ハッチンソン家の歴史も完成させており、他では見られない政治的な事情についても詳細を入れていた。 1780年6月3日、68歳の時にロンドンに属するブロンプトンで、率中を患い死んだ。クロイドンに埋葬された。ハッチンソンはイギリスの支配に対して反対する動きの最重要点で中心にいたために、アメリカにおける評判は概して全く悪いものだった。マサチューセッツ生まれの者たちや自由を求めた側からは、裏切り者と見られることが多かった。 ジョン・アダムズの評価は特に厳しく強欲だと言い,い、その目的を達するために公費者に操作したオベッカ使いだと表現していた。イギリスの政治家からも批判された。トマス・パウナルはハッチンソンの追放後も意見の一致が見られないままであり、フランシス・バーナードはハッチンソンのために働いたにもかかわらず、ハッチンソンの行動のいくつかを認めず、ノース教は ハッチンソンの手紙を出版させたことが戦争の勃発につながったと考えていた。しかし、20世紀の電気作者たちはその評判の回復に努めており、ハッチンソンがこれまでいかにまた、なぜ悪者扱いされたかを説明しようとした。近年の歴史家たちはハッチンソンをロンドンの支配者とマサチューセッツの人民の間で引き裂かれた悲劇的人物として扱うのが通常になってきた。 例えば、バーバラ・タッチマンは、ハッチンソンを、不運で、悲劇的な人物として描いている。イギリスの学者デイビッド・ケネス・フィールド・ハウスは、ハッチンソンが二つのイデオロギー、すなわち彼自身の古風で性的なものと、同時代のものの動的なものとの衝突の犠牲者で、あるので、その悲劇が生まれたと言っている。アメリカの著名な歴史家カール・エルベッカーは、ニューイングランドが、 国王の善意を生かすことで、田舎気質から解放されることを示すほど、ハッチンソンを喜ばせたものはなかっただろう。そのアメリカ全体と特にボストンに関する苛立ちは、高い場所で信頼を得られなかった。愛されてはいるがわがままな子供のいる誇り高き、所有欲の強い父の苛立ちであると記した。ベイリンは長い間に自分の解釈を変えてきた。 1970年代はハッチンソンを混乱した実用主義者だと見ていた。2004年までに啓蒙思想がアダム・スミスやトマス・ペインのような思想家のおかげで形を取った時代に古い考え方で封鎖された近代以前の思索家としてハッチンソンを描いた。ハッチンソンの肖像が1750年ハッチンソンの妻マーガレット・サンフォード1750年ミルトンにあった。 ハッチンソンの田舎屋の名残が保存されている。その主たるものは、ハッチンソン総督のフィールドと呼ばれる土地であり、保存の信託者が所有しており、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。一般公開されている。近くにある資産は1771年に、ハッチンソンのために建設された隠れ家きである。この隠れ家きは、国家歴史登録財に指定され、 双方を合わせて、ミルトンヒル歴史地区の一部になっている。ハッチンソン家にちなむ目印があったボストン氏は、ハッチンソンが去った時に、それを解明してしまった。ありがとうございます。